ランチパッドマクワックは、ウォルト・ディズニー・カンパニー制作のアニメシリーズ、ワンパク・ダック・夢冒険、または、ダック・テール・ダックにおまかせ、ダーク・ウィング・ダック、リブート版の、ダック・テイルズに登場する架空の人物。言語版声優は、テリー・マクガバーン・ベック・ベネット。日本語版声優は、石丸・博也、大塚・明夫、田中進太郎、アヒルの飛行機の操縦士。 世話好きでよく仲間を助けに行くが、天然で頭を使うことが苦手で人がよく騙され、安いところがある。フライトトラブルを起こすことが多く本人曰く、墜落専門とまで称するほど墜落に関わる描写があるが、あらゆる乗り物を運転できる。自分に嫌気がさし両親と妹の元を離れ一人旅をしている時にスクルージと出会い、彼に雇われた。暑苦しさからなのか。 煙たがられているシーンも見受けられるがなんだかんだで、信頼されており、一度解雇されても、心配されたり、死んだと思われた際、悲しまれたこともある。またビーグルボーイズの策略で金庫を奪われ、行くあてがなかった彼らを止めてあげたり、間近によってスクルージがいない未来に飛ばされた、スクルージと再会し、喜ぶなど彼の人柄もわかる。冒険少年クラブのリーダーをしており、三つ子やルファス、 とも、仲が良い。実は、金づちで蛇とサメが苦手。また惚れっぽいところがある。ダックにお任せ、ダークウィングダックでは、ダークウィングダックのファンで飛行場に落ちてきた彼を助けたいと相方として、行動を共にしていた。スクルージには、対象、ダークウィングダックは、ボスと呼んでおり、海外での呼び方はスクルージは、ミスターエムーダークウィングには、DW と、 略称で呼んでいる。ダックテールズでは、上記の飛行機だけでなく、スクルージの運転手として登場しており、また、日本語版の呼び方も、旦那に変更され、丁寧語で話している。クワックアークスの社長になった。ありがとうございます。